あなたたち。海辺はとても危険。ナナはみんなの避難を手伝ってる。うん、行幸が言ってた。海に良くないものがいるって。だから人を避難させるためナナに頼んだ。でも誰もナナの言うことを聞いてくれない。ナナ、ここを守ることしかできない。もし危険な状況になったらナナが前に出てみんなを守る。あなたたちも海に近づかないで、危険だから。なぜこの地を訪れた？海に潜みし脅威、それを払う策は見つかったか？行幸から聞いていないのか？幸運閣、あの一帯で何かが起ころうとしている。先般の約束通り、仙人である我はこの件に介入しない。だがどのような危難に見舞われるかは未知数だ。故に我にも我の考えがある。かの地はリーウェ港から山一つ越えたところにある。だが仮に事態を収束できずとも、我一人でこの地を守ることはできるだろう。旅人にパイモン、まさか幸運閣に来るなんて。何か用かしら？今取り込み中だからあまり長くは話せないのだけど。見ての通り、ここであるものを建設していてね。軍玉閣よりもこちらの方が重要と考え、私が監督をしているの。間に合うといいんだけど。